ビニー軍は、アメリカ合衆国カンザス州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は36,776人であり、2000年の4523人から9.2%減少した。軍庁所在地は、ガーデンシティ市であり、同軍で、人口最大の都市でもある。 フィニー軍はその全体でガーデンシティショート試験を構成している。フィニー軍歴史博物館ガーデンシティ市のフィナップ公園にあるフィニー軍は1880年頃にバッファロー軍とセコイア軍としてその歴史が始まった。セコイア軍はチェロキー文字を開発したチェロキー族インディアンであるシクウヤーの名前から取られた。 この二つの軍を一つにして、修復知事であるデイビッド・ウェズレー・フィニーにちなみ、フィニー軍と改名された。1893年に、ガーフィールド軍を併合して、現在の領域になった。軍東側の縦長区警部に、北東側の区警がくっついた形になっているが、これがかつて、ガーフィールド軍だった領域であり、現在では、ガーフィールド軍区が一部を占めている。 ガーデンシティの共同設立者であるチャールズ・バッファロー、ジョーンズはフィニー軍選出の初代カンザス州会議員だった。ジョーンズはバッファローを絶滅から救った功績で知られている。2007年から2008年の間に白人の人口構成比が50%をあり、フィニー軍は最大多数の人種が半数を超えない状態になった。フィニー軍はアルコールを禁じる。 すなわち、ドライの軍だったが、1986年に、カンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむ、アルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限が、ついた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は1302.62平方マイルであり、 このうち陸地は1301.77平方マイル、水域は0.84平方マイルで、水域率は0.06%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。フィニー軍は7の軍区に分けられている。ガーデンシティ市は政治的に独立とみなされ、 下記軍区の数字からは外されている。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。